で、まあみんなとね喋りながら寝落ちできるような放送を心がけていて、だからまあよかったらね寝落ち枠として使ってってください。僕は、はい、年間流行アイテムありがとうございます。もちろん無料アイテムも嬉しいんですけど、有料アイテムもくれると嬉しいです。もう眠くなってきた。あのね、評判がいいんですよ。僕のボイスがすごくね寝落ちに使えると評判なんです。これ本当になんか睡眠欲いらずぐらい言われてます。はい、ファニージュニアさんいらっしゃい。ファニー TV の子分かな、ありがとうございます。ファニーさんとはねよくお世話になってます。うん、眠たいですか。ちなみに僕もさっきラーメン食ってきて外でめちゃくちゃ眠たいです。はい、残念ながら。うん、マー君の放送見てなんか可愛らしい女性といたね。俺も歌舞伎町だから行こうかなと思ったけど、まあでも自分のイベントもあるしちょっといいやと思ってやめました。うん、横目で見たけどね、歌舞伎町のとこで、菊川さんありがとうございます。通りかかりました。眠いならさっさと寝ろ。あ、ちょっとご飯食っちゃって低血糖になっちゃって眠気が襲ってきてるんですけど、まあでもそれでもなんか放送をやるというこのドキドキ感でめちゃくちゃ眠くなくなりました。はい、みんなありがとう。ドキドキしてます。パルパルどうしたらフォローしてくれますか。ワンライブ応援してます。あ、フォローされてないですか。ああ、じゃあフォローしときます。こういう風に言ってくれるとね、フォローするんで、安心してください。ああ、もう言っちゃいますか、それ。そう、エセアカさんがロビンソンさんにガチで詰められて、アカウント削除してガチで引退しました。エセアカさんっていう配信者は、ニコ生時代からね、とてつもなくスーパーアイドル級のアイドル配信者。付き合ってきた女たちはみんな可愛い。例えばネズミやコトカちゃん、天然ピちゃん、その他もろもろ。昔はニコ生の赤西仁と言われていた男性の方なんですけど、でふわっちにシフトチェンジしてニコ生から、そしたらまあふわっちでね塾長さんという方に目ね傾いてくれて、そのバク投げとかいっぱいあって初期はすごい投げてもらってたんですけど、今は引退詐欺というねまあジャンルでやってて、ピザ食ったり寝たり、あとは赤ちゃんに適当にコラボしたりとかして、そういったまあ配信をダラダラやってたんですけど、どうやら今日に限って引退らしいです。残念ながら。ロビンソンさんがなんで缶詰したのかちょっと理由は知らないんだよね。多分みんなの方が詳しいと思う。うん、はい、だからまあちょっとね僕もびっくりしてますよ。あ、ガチだ、アカウント消したんだと思って。で、大会済みになっててアカウント作り直せるじゃんって思う方、アカウントは作り直せるけどアカウント復活はできません。なのでせやかさん、まあ、復活させることしかできないって状態、一からリスタートです、やるとしても。はい、あ、ありがとう、おすすめ配信。今日はね、あなたのおすすめ配信者教えて、おすすめ配信俺的配信10選と、いう枠をやりたいと思います。僕はねこう見えて配信者の数々を見てきました。まあ正直10選と書いてるんですけど、決めてません。その10選紹介するのか、それとも10選以上紹介するのか、僕が頭の中で思った配信者をね思い浮かべて喋って褒め尽くすという枠になっています。でリスナーさんに問いかけられた配信者に対して、ああいう配信があったよねという、まあそういったまあ形式でねちょっとやりたいと思ってるんでね。うん、でその間に、まあ、よかったら
流行年間ね、ふわっち無料アイテムくださいっていうわけです。はい、でまずね、おすすめ配信者第一選、私です。はい、自分で自分を褒めるのはとてつもなく恥ずかしいんですが、私です。まず第1個目、はとか言ってるやついるけど別にいいじゃん、おすすめ配信者として。まず俺から言わさせてよ。まあもちろん長い話するつもりはないよ、俺のいいとこ。まあ皆さんね、ふわっちで起きた出来事ってまとめてみたいなっていう方いませんか？ちょっと忙しくて見れなかったなとか、ちょっと仕事で見れなかったとか、結果どうなったのか、どういう過程だったのか、まあ、知りたい方たくさんいると思います。まあ多分ほとんどがそうだと思います、ふわっちを見ているガンハマりしてる人は。でもそのまとめてくれる人はいるのかななんて、まあ思ったこといると思うんですけど、なんとですね、います。それが僕です。なんとですね、昼の12時から、昼の2時まで炎上ニュースといったカテゴリーで、はい、私パルパルふわっちの出来事、事件、ニュースを取り上げてます。これがねまた評判が良くて、閲覧数も3000から4000の間を行き来してて、人がいっぱい集まってね、応援してくれるというおかげさまでね、ありがとうございます。どんなニュースをやってるかっていうと、まあ、例えば昨日ね、こよくんがゆまるちゃんと喧嘩しました。でお金の返金をした。なぜ返金をしたのか、それは過去の慰謝料の部分で返金しなきゃいけなかったという部分とかね、あとはこのパルパルのすごいところは、リアルで本人に直接電話して事実確認を取るとこです。はい、ここがまた一味違うんですよ。皆さんが真相を知りたかった配信者に対して LINE で電話があれば直接電話してね、聞くんですよ。そして、あ、結局真相はそういうことなんだ、そういうことだったんだな、って驚いて見てしまう人が大続出と。だからふわっちのことを知りたいなら、昼の12時、毎日やっている、祝日、休みの日、休日などそういったものは、関係なしに、毎日やっている、昼の12時にやっているパルパルを応援してあげてください。はい、ネタがなくてもひねり出してネタにしてやるんです。それは毎日ね、炎上ニュースやってるとさ、ネタなんて出ないわけじゃん。もう本当に何もない日なんてありますよ。でもそんな何もない日からみんなに刺激的な放送をね、心がけて作って構成してメモ帳に書き記して、それで炎上ニュースやっていると。だから本当もう最強の配信者ですよ。パルパルって配信者、私は養分です、ちなみに。はい、性格がやばいぞ、飛ぶかもしれん、飛ぶというと、性格さんはロビンソンさんに詰められて配信アカウントを消したんでしょ。その後になんか展開あったの、飛ぶの、何したの、今別に飛ぼうとしてないでしょ。はい、性格さんの情報はすいません、ちょっとロビンソンさんとエセヤカさんが一悶着あって、その後アカウントを消した後くらいしか今ちょっと情報が来てなくて、朝まで、昼の12時までには仕上げておきます。申し訳ないですけど、明日ちょっと聞いてみます。はい、なんかクルちゃん抱きついたのかな、それで怒ってロビンソンさんが無事切れたって話を俺は聞いたんだけど、この目でね、確かめてないので、ちょっと不明です。はい、ただ、セクハラがすごかったって聞いたけどね。ロビンソンさんもやっぱ従業員を守るっていうね、その支配人だから、やっぱそこは厳しくいかないといけないっていう部分があったのかな。
あ、セクハラなんだ結局、うん、あの、エスヤカさん、ニコ生の赤西仁、エズミヤマコトコちゃんとか、うん、天然美ちゃんとかね、まあいろいろなんか色あの濃い多い男ですが、もうおじさんです。もう太ったね。もう昔みたいな中西仁じゃないんですよ、ね、みんながみんなね、女性が女性がね、エスヤカさん好きっていうね、そのイケメンだから好きっていうのはもう時代遅れです、はい、もうただのおじさんのセクハラなんで、それはね、女の子嫌がりますよ。お前が言うなよ豚、うん、めっちゃ痩せてかっこよくなってたよ。誰が？ガーシーが、うん、もうちょっと明日のネタを言わないで、もうあの補足状態は言っていいけどね、まあ少ないから言っていいか、はい、で私パルパルの配信で、まあおすすめとして昼の12時、炎上ニュース、あなたの知らない情報、あなたのね、あの知ってるかもしれない情報、それをみんなで共有して紹介していく枠なので、まあ皆さんにとってまあ暇つぶしになるものです。はい、なのでね、まあ、よかったら昼の12時が始まる炎上ニュース、これからもよろしくお願いします。もう見ない、うん、例えばね、明日の炎上ニュースにまあちょっと先出ししますけど、ガーシーさん、ガーシーさん、保釈金を払って保釈される、3000万の納付と、あの即日納付したということで、ガーシーさんが保釈で出てきたということらしいです、はい、保釈金というのはね、逃亡した場合は帰ってこないんですけど、ちゃんと裁判に戻ってきてから帰ってくるというお金なんでね、安いよね、安いのかな3000万って、うん、まあ一回逃げてるからね。ゼロワン火薬タレがワンライブの演者から、演者からマネージメント義務に移動予定、話によるとマリオが会社の印鑑などを紛失したのとの情報もってことで、まあ正直マリオくん電話しました、さっき。でもマリオくん俺辞めるのかなと思ってさ、ちょ電話したんだけど、いや辞めるわけではなかった、まあ、ただちょっとね、なんて言うんだろう、まあマリオくん的にはまあ明日ねちょっとやるつもりだから、あんま蔵出しはしないですけど、まあ気持ちがね、まあ、強い部分が出てましたよ、気持ちがね、やめたりはしないよ、うん、ただマリオくん自身はまあちょっとね、あのみなみちゃんと復縁して、まあちょっとそこの部分と、あとマネージメントのマネージャーの部分が、まあ多分ゼロワン的にはちょっと、まあ、できてない部分があったから、多分ああいう放送やったと思う。でも正直言って火薬たるさんはマネージャーできません、はっきり言うけど。わかるでしょ。いや初めはできると思うんだけど、あれやってこれやってって言って、それで火薬さんが動いて働くっていうのは多分ないと思う。あ、初めはやると思うんだけど、それをずっと継続的にやれるって言ったら多分やれないと思うね。間違いなく揉めると思う。で、ゼロワンも使いづらいと思う。やってて。そう思うでしょ、みんなだって。ゼロワンもさ、まあ、火薬さん、まあ、一応配信者で、しかも配信歴上だし、それなりにもその知名度もね高いわけですから、はい、だからそのマリオくんみたいに一から入ってきて、それで配信やって、そっから教え込んだ人間ではないから、その火薬さんを使ってマネージャーをやってもらうっていうのは多分ゼロワン的にもうまくいかないと思うし、火薬さんも使われることに対して不満を持ってやっぱやめますという芸が始まると思う。だから間違いなくね、そのマネージャーのことに関しては、まあ、1ヶ月間の使用らしいんだけど、まあ何て言うんだろう、魔力に戻ると思います。はい、うん、お前何ができるの、お金をね入れてるだけです。正直言うと別に俺ワンライブに金入れてるんだから何ら文句はないでしょ。
パーセンテージで入れてるんだけど、うん、ね、稼いだお金の部分は、あのパーセンテージを払ってるわけだから、ね、そこでお前何もしないのかっていう人たちいると思うけど、何もしません。はい、申し訳ないけど、何もしません。だから何をするにもしないです。半分入れてない。そんな破格なお前やつやってない、うん、もし半分だったら俺やめてるよ。ゼロワンのね、心優しいパーセンテージでやらさせていただいてますよ。はい、それはないです。火薬は酒を飲まないから運転手に最適なんだよ。あの運転手とマネージャーまた違うからね。その運転してよって言って火薬さんが運転する部分は多分いいと思うけど、マネージャーをやりながら配信をやるっていうのは多分火薬さんできないと思う。ゼロワンに銀行行ってとかね、あのこれちょっと提出しなきゃいけないか郵便局行ってとか、そんなのをまあやらされて火薬さん不満を持つと思う。普通でもうちょっとしんどいわ、配信もできないわとか文句言い出して、まあちょっと配信で愚痴って喧嘩するっていう予想ができる俺は。簡単な話ね。はい、だから正直ね、マリオくんは無能とか言われてるけど有能だと俺は思ってるから、うん、やっぱやれって言ったことに対してやってくれるから、それをやれるっていうのがね、あの俺は有能だと思う。そうだから無能っていうのはその何ができないとかじゃないんだよ。その教え込んでさ、やればさ誰だってできると思うんだよね。でもね、あのだんだんと不満を持ってそれで爆発してわーってなる人間は、まあ、無能ではないけれど、まあどちらかっていうと、まあ、マネージャーとかそういうのは多分無理だなっていう、縁の下の力持ちじゃないけれど、だからまあマリオくんみたいな感じの人じゃないとマネージャーやっていけない。だから配信者はゼロワンのマネージャーできないと思う。もう本当にプロのマネージャーさんを雇ってやるしか無理だと思う。でそれをやれるって言った配信者はマリオくんしかいないと思う。はい、火薬さんはもう多分不満を持ってもうちょっといいですわってなると思う。普通にやっぱ自分の配信もあるからね、もう未来が見えます。はるこさんしかできないんじゃね。どうなんだろうね。はるこさんはなんかグッズ販売のやつだけど、まあ正直言うとワンライブの会社の、まあ、内部では起きている出来事は極力なんか少人数で抑えたいけどね。俺はワンライブをガンガン入れるじゃん人。そしたらね、なんかすごく内部でなんか喧嘩始まりそう。お前がああだこれがこうだこういう不満があるとか言って、まあなんかありそうだから、俺はもうねこの人数でいいと思うけどね。福耳です。ああ流行年間ありがとう、参考あります。派閥とか、派閥というかやっぱあのいろんな人間がいるから不満を持つ人が出てくると思うよ。その人数が多すぎるとね。例えば俺ぐーたらしてるじゃん、ゴロン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 ね。であのなんでパルパルはゴロンゴロンしてるのに俺は俺言われなきゃいけないんだとか、ちょっと違うんじゃないとか、そういう不満が出てくると思う、人数増えるとね。あ、だからまあ少人数でこの人数が一番ベストかなと、自由にやらせてもらってる方がね、これは思うけどね。で火薬さんはもう絶対にもう1ヶ月間も持たないと思う。でゼラワンもその火薬さんを使うとしてもなんか違うなって違和感を感じると思うね。さあ初めはさ、ちょっと火薬さんごめんね、あの資料持ってってもらっていい、初めこんな感じでいいと思うけど、それが慣れてくるとまあね、だんだんと不満が募ってきてお互いにね、まあなるんじゃないかなと。で俺はね、その不満が募るのが嫌だから、こうやってホテル行ってあのガス抜きしてる。
お前何もしてないじゃんって話だけれど、まあでもやっぱ大人数でね、人数がいるとね、やっぱりその気持ち的な部分で狭くなっちゃうんだよ。一人になりたいなって時あるじゃん。だからそういうとこだね、俺は。うん。カヤクさん何も言わずに神戸帰るだろうね。いや帰ると思うよ。そのマネージャーやるなんてカヤクさん、あれはもう本気じゃない。この前の誕生日会の時だってずっとはいられなかったじゃん。カヤクさんはね、俺は分かるんだよ、性格が。カヤクさんのタイプは人に使われるのが嫌なタイプ。それがだんだんとね、来るともう爆発して配信で喧嘩するという流れになると、プライドは別に高くはないと思うけど、うん、まあちょっとなるよね、揉め事には。で、カヤクさんのことはこういう風に言ってるけど、カヤクさんのことは好きだよ。正直配信者として俺は尊敬してる。おすすめ配信者10選ね、1選目カヤクタルズさんです。はい、カヤクさんのすごいところはね、なんて言うんだろう、カヤクさんのすごいところはね、もう僕はね見てて思ったのが、人の目を気にせずに配信できるとこだよね。うん、これがすごいと思う。大抵の配信者ってさ、人の目を気にしたり好感度気にしたりとかして発言を一つ一つで気をつけながら喋ってると思うんだよ。でもカヤクさんの場合は違くて、もうこれ別に言ってもいいだろうと思って、その炎上するかもしれない発言を全然言ったりとかしたりね、うん、その自分に素直、自分に起こった出来事の部分に対しての怒りは普通に配信にぶちまける、我慢しない。だからそこら辺で人間味があって面白いなっていう配信者が、リスナーさんが続出してるってイメージだね、俺は。まあ人間味がいいというか、その何て言うか、あと火薬さんをいじることによって火薬さんも反応してね、それで面白がってるリスナーさんもいて、最高の配信者だよ。うん。最近はすぐイラつくよな。火薬さんが最近すぐイラつくのは、やっぱ引っ越したその仕様だったりとか、そのストレスだと思うよ。うん。やっぱ慣れない環境だからさ、ちょっと怒りっぽくなってんだよね。で、配信でさ、稼がなきゃいけないってプレッシャーもあるから、だからやっぱ、カヤクさんにとっては、ちょっとすごく胸がいっぱいいっぱいなんじゃないかなと思うね。普通に。俺はね、そう思うよ。カヤクが今日競馬したのに引退しなかった。だからそこら辺も面白いと思って見る人が多いよね。例えばさ、お前言った発言に対して守れよって言って、次の日には守らずにすいませんって言って謝ってさ、配信やってるじゃん。不快になる人は不快になるかもしんないけど、こうやってそういう風なやり取りがあったらリスナーさんいじるじゃん。お前また嘘ついたのかよっつって、そのやり取りを面白いと思って見てるリスナーさんが多いと思う。そういう配信をやれる人ってなかなかねいないと思うね。うん、やっぱりネタ的な部分も無理やり作ってね、そして盛り上げるっていうその部分に関しては、配信者としては天下一品の腕を持ってるね。やっぱニコ生時代で鍛えられたその腕があるね。うん、普通にお前と一緒じゃん、俺と一緒、俺はだってそんなお前気使って喋ってるよ、はっきり言うけど。うん、火薬さんの枠見てたらさ、10秒ぐらい見てたのかな、いきなりリスナーさんに殺すぞって言ってたよ。うん、ここすじゃなくて、お前殺すぞっつってブロックしてた。あんな配信できないよね、はっきり言うけど。唇カッサカサやないけ、はい、すいません、カッサカサです。よっさーみたいになってきた。うん、あたあこわだよね。だから火薬さんはやっぱりね、なんか人間味があるというか、自分に正直だから、その人気が落ちないっていう。まあ、あっちも多いけどね。
昔はねアンチという部分は少なかったんだけど、もうああいう放送しててもね、最近はなんか仕事辞めて配信業一本でやってるから、ずっと放送してるからさ、アンチもなんかタヌキの方では30人ぐらいは平均でいるかな。俺が見た時は多い時は50人。うん、でブロックされたりとかしてる人たちが集まってるってイメージだね。日曜になると火薬とよっさんはお互いディスってるよな。うん、まあでもね、火薬さんってまあ演技でやってるんじゃないかと思ってる方いると思うけど、あれはね半々だと思う。演技も入れつつね、ガチな部分あると思う。はっきり言うけど、香川さんが言ってたけど微糖なのかなって言ってたじゃん。それもあると思う、うん、でもこれを狙って発言したら正直言うとね、炎上するだろうなっていう部分を狙って言ってると思うよ。ネタがない時はもう炎上してネタ作るかっていう、そんな部分が見受けられるね俺は。そう、たまにちょっとねちょっとよくわかんないモードに入る時はもう微糖モードだね。ガチでしかない、いや狙って言ってると思うよ。そのアンチ作りたくないって言ってるじゃん。でもうしんどいわって言ってるけど、たぬき枠だからね、本当にアンチ作りたくなきゃたぬき枠切ってさ通常枠でやるじゃん。そのアンチと予防の部分も、まあ、楽しんでるんじゃないけどネタとして利用してるよね。だから計算高いよ火薬さんは。ね、計算高いと思う。そうです。だから火薬さんはね頭がいい配信者です。あれはねもう10年は配信やっていけると思う。10年はニコ生時代の名残。どこ見て話してんだよ。いやギャンブルや FX で負けてるとブロック率高くなる。まあそうだね、FX で競馬で負けた時にコメント書くとね、死ねって言ってブロックするね。見たことあります。ブロック解除してくれたから優しさはある、あと火薬さんはね人間として正直言って冷たい部分が多い人だと思う。すごくね、なんて言うんだろうね、自分さえ良ければいいっていう性格だと俺は思ってる。そう、だから人に対して思いやりという気持ちは多分ねないと思う。なんて言うんだろうね、火薬さんはだからそこら辺もやっぱ突っ込めれる部分だよね。ここナイス有料アイテム、あ電話ありがとうございます。匿名さん驚きました。マリオくんとは電話したんですけど、すいませんちょっと途中で言いたいですもん。今言っていいですか。パルパルのおすすめ配信者は誰ですか。俺のおすすめ配信者、ありがとう。いや正直ね、俺がおすすめたい配信者は誰かっていうと、まあなんて言うんだろう、まずワンライブの皆さんですよね。マリオくん、ゼロワン、カヤクタルさん、この3名は面白いですよ。めちゃくちゃマリオくんなんて今カップルね配信でふわっちであんま見れないカップル配信やってるからね、おすすめだね。10個ナイスありやす、ありやす、お布施ありがとうございます。面白くないやん。いや、マリオくん、意外にカップル配信見るとおもろいよ。その一人の放送の時は、あんま、ちょっと、チラッと見るぐらいで、あ、イベント頑張ってんな、ぐらいで。あと、すき家食ってる時とか、あ、飯食ってんな、みたいな、その仲間内で見る感じで見るけどね、俺は。ナイス5発。あとは01かな。01は、もう言わなくてもわかると思うけど、まあ、行動力、そして、配信のそのなんていうのトークとかそういう部分でやっぱ人との部分がつながりもあるから刺激的な放送がね見れるね。
本当にそのゼロワンは好き嫌いが分かれるタイプだと思う。うん、あのやっぱりね、あのそういう部分があると思うね。でも一番フワッチで通常で枠やれば多いのはゼロワンだと思うよ。あ、ここナイス。はい、まあ、でもワンライブのことあんま褒めすぎると良くないんで、良くなくはなくはないんだけど、まあ忖度忖度言われちゃうんでね。5発ナイスありやす、イベント。まあちょっと違う、その外部の配信者をちょっと褒めたいと思います。逆にね、リスナーさんでこの配信者おすすめだよっていう人がいれば言ってほしい。知ってれば僕ね、その人を褒めたいと思います。5発ナイス、来たこれ、言えるよ。あ、来たわ、ありやす。あ、5発ナイス、ありやす。すいません。あ、2枚切った。でかい、これ。ランキングも、前半3位なんでね。上げてください、これ。よければ応援をよろしくお願いします。あ、2位になってるわ。ナイス。よっさん？よっさんはね、忖度がない。うん。これが面白いよね。やっぱり。基本的にやっぱ配信者ってさ、つながりがあって、なかなか言えないことってあるじゃん。そこでちょっと我慢して、そのちょっといい言い方してね、そこを一緒になって隠したりとかしたり、そういう部分があると思うんだけど、よっさんの場合は違うよね、やっぱり。やっぱり悪いことしたら電話したりとか、その放送内ではっきりと、あいつはクズだゴミだってちゃんと言ってくれるとこだね。だからそこら辺でリスナーさんは忖度ないよっさんがおもろいなっていう人が多いと思うわ。きっとやばー、え、持ってるわ。おやすみなさい。一気に1位になった、これ。もう放送終わっていいですか。もう1位なんで、これ総合終わろっから、もう。1位来ました、俺。君が、あ、今日のアラブ世界大発、今夜が君がトップワン、君がいなきゃやってけない、ファンタスティック20倍、あ、キキキュンダブルコース、アイドンチキー、ドンドンドンチキー、あ、ドンドンドンチキー、ドンドン、あ、しゃ、来たこれ。20倍ありがとうございます。で、まあちょっと有料もらったんだけど、予算の話戻すとね、やっぱ予算は歯に着せぬね、毒舌。だからなんて言うんだろう、それが面白いと思って見る人がね、続出してる配信者だよね。やっぱり忖度もないし、悪いことは悪いって言うしね、なんていうの、ちゃんとその配信者に対して追及もするし、だから結構ね、よっさんってなんやかんやクリーンな配信者なんで、税金も払ってるしね。ただちょっとよっさんに対してやっぱりアイテムの部分がちょっと過剰要求がありすぎるから嫌だって言って離れる人もいるよね。ちょっとそれは見られないわっていうの、でもそうやってギャグだから見れるっていう人もいるし、そこら辺が面白いっていう人もいるから、やっぱよっさんって何て言うんだろう、もう今まで積み上げてきた配信者としての土台がでかいよね。揺るぎないよね、そこは。だからこれがね、例えばツナちゃんとかがさ、アイテムよこしなさいよ、なんでくれないのゴミがって言ってたらムカつくじゃん。でもよっさんの場合は言ってても笑えるんだよね。うん、やっぱそこら辺の土台の違いがあるよね、やっぱ格の。そう、やっぱり例えばツナちゃんがさ、お前らのね、お金ね、昼飯代と夜飯代抜いて私に投げなさいよ、で私に課金して私を応援しなさいと、よっさんが昼飯代とね、夜飯代抜いて俺に投げろって言ってる、その発言に対してやっぱりツナちゃんに関してはムカつくなっていうね、その印象が多い人が多いと思うんで。でもよっさんの場合はまた言ってるよこの人、昔から変わんねえな、面白いなっつって見る人がいる。やっぱそこら辺のやっぱ歴が違うよね。もう老舗って感じだよね、よっさんは。めちゃくちゃ
だからよっさんのその唯一無二のあの配信者だと思う。だから俺はもうよっさんはね、その天才というより努力の天才だね。努力、自分の配信スタイルを曲げずにやってきたという、そこの部分でやっぱすごいなと思うね。俺は思うね、努力の天才です。まあ努力というかやってきた積み上げだね。そうそう、でよっさんのコメントも面白いよね。やっぱりさ、コメ欄でさ、あのまあ俺の枠でもね、そのタヌキでおもろいコメント書いてくれる人いると思うんだけど、やっぱよっさんのとこレベルが違うもん。例えばね、まあ全然笑えないんだけれど、政治家が未成年インコパパ活したとかあったじゃん。でコメント欄にあのよっさんに対してこう言ってたんだよ。殺そうって、殺した方がいいよこいつって、そのコメントが4件くらい流れてたから、でちょっとそこでクスって笑っちゃった。そんなん書くんだと思って、穀物の穀で殺そうとか書いてたね普通に。怖いんだよあそこ、あそこのコメ欄は怖いよ。よくね、本人、そうよっさん本人がここすぞって言うから、やっぱリスナーさんもそこに似てきたんだろうね。あとすごいのがよっさんのリスナーさんってやっぱ昔から見てる人が多いから、子さんリスナーさんが多い、これがすごい。あのやっぱよっさんで10年以上配信やってきたけど、10年前から見てる人もいるわけだからね。だからそこがすごいよね。あの我々配信者も7年6年やってきてるけど、7年6年前のリスナーさんとかもうちょっといなくなってるもん。それでもいるってことはやっぱそれだけの魅力がある人間なんだよ。そうだから、あの俺って昼の炎上ニュース4000人で多いけれど、夜のみんなが始まった配信で閲覧が分散した時、予算はあの固定で700人ぐらい800人ぐらい固定にいるからね。700、800、そこがすごいよね。あのゼロ音が始まったりとか、例えば政治が始まったりとか、まあ、そういった部分で閲覧の変動は俺激しくていなくなるのが多いんだけど、やっぱりあのよっさんのは揺るぎない閲覧数だね。700、800は絶対にいるという、絶対値が高い、そこがすごいよね。あ、金梅さんもそうだよもちろん、今よっさんを褒めてるから。でガンダムの話とかそういうなんかくだらない話は200になるけど、でも初めは700、800だよ。で飽きてきたらちょっと離れちゃうぐらいでね、ガンダムの話はいいよと、俺興味ないよと。よっさんの放送ってよっさんが好きで見てる人が多いんじゃなくて、そのよっさんが面白いって見てる人が多いんだよ。だからよっさんのそつまらないガンダム話してもね、あのつまんねえやつっていなくなるよそれはね、初めは。よっさんのことをそのアイドルとかでさ、ほら好きだからどんな面白くない話でも見てられるっていう人いるじゃん。俺の多分放送でもそういう人いると思うけど、そういう一部いると思うけど、よっさんのは違うもん。よっさんのはあのよっさんの発言が面白いと思って、なんかいい面白い刺激的な発言をしてくれると思って見てきてる人が多いと思う。違うよ、ほとんどが工藤のファンだよ。こういうね、これよっさんリスナーだと思うんだよ。こういう面白いコメント書くんだよ。よっさんの昔の、配信今見ても笑えると。そうだからよっさんの家の放送で期待値は高いよね。雑談たぬき閲覧がいないから嫉妬の森。そうだからやっぱあの忖度しない、歯に着せぬね、あの毒舌、そして昔からやってきた土台の絶対値、やっぱそこをひっくり返すと、やっぱ俺の中でもそうなんだけど、レジェンド配信者っていうカテゴリーに一括りに入ると思う。だからそのよっさんとこうやってね対等にまあ喋れてるっていうのは光栄だよね。見てきた人間だから俺は、昔からね、見てきた人間だから。お前 BGM 間違ってるかんな。BGM 間違ってる、これ
いいじゃんこれ、落ち着くでしょ、うん。例えばどんな配信かっていうと、あのさっきのコメントであった暴走族に、ね、トライクでね突撃したりとか、あんま暴走しない方がいいですよなんて声かけしたりとかね、注意してたりとか、この前宗教配信で、ね、あの放送したりとか、やっぱそこら辺がやっぱ度胸もあってすごいなっていう、足が悪いのに、うん、やっぱそこら辺はすごいよね、やっぱヨシさんはめちゃくちゃ。そう、たまにそう見せる森があるから面白いよね、うん。だからヨシさんって実はいじられキャラなんだよ、うん。で配信者にとって一番長く続く方法はいじられキャラだと思ってる。変にプライド持ってアイドル放送してても長続きしないと思う。だから火薬さんとか長いんで、配信とかね、ああよっさんとか閲覧はその減らないからね、そのままずっとやってきて、やっぱそこら辺だよね、はい。あとなんか言いますか、あのふわっちな配信者でお願いしますね。ツイキャスとか言い出すともうキリがないんで、ふわっち配信者でお願いします。ベタ褒めするんで、気持ちがいいでしょ、褒めることは。セイジはクレイジーパピオンセイジさんね、こいつはね面白い、はっきり言うけど嫉妬するほどおもろいね。なんて言うんだろう、やっぱりねコラボしたりとか人を使ったりとかいじったりするとこは笑えてしまう。だからなんて言うんだろうね、やっぱ42歳だっけ、その42年間生きてきた知識もそのやっぱ同年代の人とか30代の人にどうハマりするワード使ったりとかして、そのああそういうことねって笑かす部分があるよね。ああやっぱりそこら辺がおもろいよね。やっぱり俺的おすすめ配信じゃない、いや別に俺が思ったことも言うよ。ワードセンス。ただセイさんは一人の時とかそういった部分の雑談とかはやっぱりね、暇つぶしに見てしまう。そう、雑談もね見てられる時あるんだけど、やっぱ長いから放送がずっとは見てられない。そう、そのずっと見てられる配信ではないかな。まあでもセイジはね4時間8時間ぐらいやるから、その8時間も一緒に見れるかって言ったら見れないじゃん、みんな。まあ、ちょっと1時間ぐらい見れるかなぐらいのだと思う。政治はね。でそれで見ててやっぱ人とのその電話したりとか、そのコメント欄で流れてきたものを拾ってきてさ、それをなんか追求したりとかして、でどういう展開なんだっていう、その自分で展開作りもしてね、あの職人だよね。だから配信者のふわっち配信者職人さんだよ。展開がなきゃ自分でつけれというね、あのスタイルでやってるよね。だからそこら辺はもう本当に右に出るものとかいないんじゃないかな、そのコメント欄のそうやって展開作るのは。俺はそう思うけどね。あとは誠司さんのコラボに関しては、まあその一番とか言うとねちょっとトゲがあるんでね、その他の配信者も面白いから、だから一番とは言わないけれど、もう上位に入るトップクラスの、なんて言うんだろう、もう配信者だと思う。ただ誠司さんの欠点として大人数は弱い。やっぱ10人とか9人とかになるとちょっとそこら辺はなんか気使ってんのか、あのでしゃばらない。やっぱ2人3人ぐらいになると誠司さんのそのコラボの、あの本領発揮が出てくるね。そのいじりとかね、そこら辺は、あ意外にコミショなんかもしれない。そう、流行年間ありがとう参考。そう、ふわっちでまともな配信者ゼロワンと俺だけ、まあ、まともではないからね、うん。大人数得意な人いるの？大人数で得意っていう人はいるかって言われると、誰だろう、10人とかその9人とかだったらナーボーとかじゃない、ツイキャスで言うと、うん。そこら辺はなんか得意なイメージあるね、俺はね。そうで、せいじさんはねやっぱあのなんて言うんだろう、
やっぱあのアイテムの部分に関してはもうすごいトップクラスだよね。やっぱり投げさせるのがうまいよね。社長